3つ目こちらです。じゃん、生活は全て理科じゃない。恥ずかしいですね。いや鎌田さん、いや私なんかもう理科系全然ダメで、だから女の子でそういうこう理科系のことが得意というのでもうすでに頼もしいなと思うんですけれども、ちっちゃい頃から理科好きでしたか？はい、小学校の時から、まあ、小学校の時は何で好きよってのかあんま分かんないんですけど、最近思ったのは、このなんかそこら辺にある例えば接着剤とかでも、その今学校で勉強して、なんかこういうものからできてこれが接着剤なんだよとか、うん、物の仕組みとか、うん、なんかでき方とかを学ぶとすごい楽しくて、だからなんか本当に生活が全て理科じゃないという感じで、うん、周りにあるもの全部理科のこと関係あるなと思って、はい、ワクワクしますよね。私中学の時に、高校生の時にあの理科好きだった男の子が同じこと言いましたね。やっぱりそこから理科好きを始めるそこから理科好きなんかお家の中の、はい、ちょっとした生活のことの仕組みが分かると、はい、面白いんですか？面白いですね。へえ、分からないまま大人になって分からない時には分かる人に聞いて物を済ましててきたのでだらしがない大人になってしまいました。そうなんですか、はい、じゃあ将来的にはやっぱりこういうあの理科を教える先生になりたい、はい、一応小学校の先生になりたいんですけど、はい、もうそのやっぱり勉強が嫌いになっちゃうのも小学生からだと思うんで、うん、そこを理科の楽しさを伝えれたらいいですね。頼もしいですね。さすがだなと思う。やっぱ小学校勉強が嫌いになっちゃうのは小学校からだなっていうのは思います。はい、あの今学力テストとかで北海道の順位がすごい低いとかって問題になってますね。もうそれなんで北海道は低いんだろうってすごい前から疑問に思ってて、勉強しろとかカリキュラムとかは国が決めてるものなので、なんでそんな地域で差ができちゃうんだろうと思って、全国同じカリキュラムでやってるはずなのに、でまだそれは全然答えには見つかってないんですけど、それを勉強してそのどうやったら北海道も頭良くなれるのかを考えてみんなに教えれたらなって、そんな先生になれたらなって思います。確かにね、小学校の頃から身の回りにあることを全てこう科学のね面白さと結びつけていけば、私みたいなあの理科嫌いな子供が少なくなると、あの相対的に今度は北海道全体の学力が上がってくる一助とは確実になると思いますね。はい、うん、素晴らしい。そういうための第一歩にもなるかもしれません。その台湾でのね、はい、発表を無事終えて元気に帰ってきていただいて、そしてこのハイスクールサミットですよ。もう一回ちょっとスケジュールご紹介しましょうか。7月21日日曜日の10時から6時で自由さ、途中退室途中参加ありなので、はい、札幌東区民センターで行います。はい、ぜひぜひ来てください。ぜひ来てください。なんといっても行動力ですか、ここにまず来ていただくところからね。はい、はい、そうですね。はい、ぜひお待ちしております。今日のゲストは高校生団体 B の、鎌田あかりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。